主流なのはこのように広襟になっております、はい、これ着物には掛け襟ですね。もう一つ掛け襟というものがついております、はい、こちらをこのように3センチほど折りまして、はい、このように、ご自分の方に表が来るようにこのように構えてください。まあ、3分の1ぐらい折っていただきます。でご自分の方に着物が表に来るように1つ目の持ちます。で後ろで使いまして、でそろそろとこの獲物を潰さないようにそろっと肩にかけてください。はい、そして長襦袢の袖底を持ちまして片方ずつ着物の袖に通していきます。でこの時長さも合ってるかなというのを勉強してますね。でこちらもこのように合わせてパタパタとしておきます。まっすぐ合わせるためにこの線の糸というのが、ごめんなさい、袖山ですね。この線のついているところを袖山と申します。山を持ちまして同じ力で背骨の上に通るようにこのところを3センチほど伸ばして、この時も浮かす感じですね。浮かす感じで持ちます。でそのままスルスルスルと襟先の10センチから15センチくらいのところを持ちまして、でしっかりと持ちます。でバキでパッと勢いよく上げます。はい、そして、畳スレスレまで、床スレスレまでトン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 と下ろしていきます。はい、そしてまず上前を決めていきます。畳を履くようにしながらご自分の体の幅にこのように測ります。でですね、この縦の間がご自分の大体右の腰骨ぐらいになります。はい、そしてトントンとしまして左手を開けると同時に右手を左の脇まで移動します。下前をしっかり10センチから15センチしっかり上げておきます。着物は裾裾前に着るようにしっかりと上げておくと、はい、綺麗ですね。はい、そしてして、はい、また下側を描くようにしながらこのように進みます。これ縦ズマと申しますね。縦ズマ少しだけ上げておきます。はい、しっかりとウエストのところで押さえておきます。はい、そ
紐が通るところちょっとこのように綺麗に中心を持ちまして右手に上げます。スーッと前にしていきまして後ろで持ち替えます。脇でしっかり持ちますけども、ここでしっかりとこちらの第一腰はしっかりと締めてください。左の方で1回2回長女でもいいんですけど、1回2回かけられて交差をして一番後ろ止めておかれたら重なるなので、しっかりしまってこのように
2つと山を2つ。最初の結び目のところですね。結び目のところにこのようにこう通すんですね。通していきます。はい、こちらしっかりとキュッと首がグラグラしないようにしっかりと